いやいや、でもカスタムはできてから1年か1年半しか経ってないのに。いたじゃん、ほら。え、おばちゃんいる？あ、いた。今撮ったじゃん。いや、じゃあ撮ってください。こいつ名前教えて。俺ルイージ。え、ルイージ、はい、僕、ずんどうやです。あ、ずんどう、俺ミュウツーです。俺ミュウツーです。わかんない、名前呼びづらい。ミュウツーです。ミュウツーが、ミュウツーとルイージ。そう、ポケモンみたいな名前やめなよって言ってやるじゃん。はい、やばい、これ、あれだ、逆にしない。あれ、自撮りしようよ。これでいい、自撮りがいい、こっちがいいって。自撮りしよう。お、乗り気じゃん。なんで乗り気なんだよ、そんな。違う、自撮りの方が可愛くて。俺の時、これ撮っちゃう。これ撮って、これで撮るよ。こっちで。待って、これ自分で撮れないから。あ、一人で撮るの。3人で撮るの。ねえ、3人で撮るの。自撮り。ノリノリじゃない。めっちゃむずいんだけど。めっちゃむずい。はい、チーズ。ちなみにお姉さん、なんて名前で出回ってるんですか？葵、葵ちゃん、ひらがなで葵、ひらがなで葵、歌舞伎町の葵、葵ちゃんってやったら TikTok のトップの方で、うん、あ、そうなんだ。TikTok の方で、あと、あれ TikTok で有名。俺あれ見た、あの、酔っ払っておっぱい出してる写真も見たよ。あ、それで、ね、ちょっと名古屋に行ってキスするみたいな。それ TikTok に上げたらバンなの？ Twitter で上がってた。え、バンなの？おっぱい丸出しのやつね。あ、ゼロワンとパルパルも絡んでたんだ。あの、思いっきりいじめられて。いじめられたの？かわいそう。写真だから、思いっきり吐き気にされた写真だから、かわいそう。なんかそういう変な電話があったら、うん、サーバーに入って消しといて。サーバーに入ることはできないけど、サーバーに入れる。俺らサーバーに入れたら、それ、そういう技術ある。サーバーに入るのは、あのね、ミュートなんだっけ、サーバーに入るのはね、あのね、犯罪なんだよ。犯罪犯せるのは少し無理だね、それ。私のために分かった、じゃあそれリツイートしとく、ね、お金払うから、うん、リツイートしとく、うんうん、私携帯持ってないからさ。携帯持ってない、なんで？そう、いや、だって毎月払わなきゃいけないじゃん、携帯って。まあそうね、そういうお金がないから。え、普段何してるの？ホームレスってこと？路上生活。あ、ホームレスやね。ルージーと、なんだっけ、ミュウツー。ミュウツーを、まあ、少しだけ信用しました。はい、少し心開いてます、葵。いや、何が、何笑とんねん。何笑とんねん。他にありますか？なんで今わ、全然わからんだ。何笑とんねん。明日、ちょっと美容院行ってきまーす。美容院行く金あんの？あのね、うん、彼氏に出してもらう。恋人。え、彼氏いるの？いる。じゃあ、カズっていう彼氏がいます。え、彼氏いるの？恋人です。彼氏ではありません。あ、葵何歳？ケイちゃん、葵はぶっちゃけ40歳です。そうなの？そうだよ、40歳なの。40だよ、ぶっちゃけ。ポンパーになって、え、いつから今みたいな感じでやってるの？今ね、歌舞伎町生路上生活3ヶ月目です。その前は何してたんですか？ちょっと秘密。あ、そう、うん、マスクしろだって。私、歯がないよ。彼氏は、あ、仕事、彼氏はいません。恋人がいます。じゃあ、でも、あの、マスクしろって多分コロナ的な意味で、歯がないとか関係ないと思う。じゃあ、マスクあります、します。あ、マスクあるの？あるよ。まあ、した方がいいよな。うん。だって今、あの、お金もないってことは保険証もないんですよ。保険証？保険証、警察に身元がバレたくないから家に置いてきました。あ、家ある？まあ一応ね。あ、そうなの。どこか言いません。横浜にあります。横浜かい、言ってるじゃん。相手は結婚とかしてる？相手は結婚はしてない。でも、うん、彼女いるよ。相手彼女いるの？うん。は？いる。そうなの。私以外にいる、こんな。え、じゃあ、うん、彼氏はないやん。だから、うん、だから恋人なの。恋人はちゃんと歌舞伎町に家があります。私は行ったことありません。それたまに会った時にお小遣いくれるだけの人でしょ。恋人、私の中ではどういうこと、小鳥ちゃん。それ自分の、私の中では向こうは友達って言い張ってる。ああ。でもセックスはしたことない。
それすら言い張ってるの逆じゃね。だから友達なんじゃない今は、うんうん、恋人と言い張ってるのが葵ちゃんなんじゃない。そう、でも関係は恋人になってもおかしくない。おかしいんじゃない、うん、まあそういうなんかちょっと友達以上恋人未満な人がいます。なるほどね、うん、私が罰になったとかそういうこと。罰に罰にとか喋ってあげる。まあ、自分で言ってるやん。子供がいるとかそういうこと喋ってあげる。罰にで子供いるの。そう喋ってるやん今の独身。それはまた今度喋ります。分かった。お楽しみ。ちなみに子供何人いるの。それも後で喋ります。あ、分かりました。やばいな、だいぶやばいな。はいよ。私昔ね、うん、あの風俗嬢の気持ちしてた男と付き合ってたんだ。そう、その気持ちの人を一回書いてた。風俗嬢の気持ちした人と付き合ってた。すごい。どういうこと。え、じゃあ何、風俗嬢のお金があなたに回ってきてたってこと。回ってこないよ。あ、そうだ。だって別れて私と付き合ってた。ああ、びっくりした。前付き合ってたの風俗嬢。面白かった、楽しかったよ。何でもしてくれるの。なんで風俗嬢の気持ちした人がこいつ付き合うの。どういうことだ。どういうことだ。どういうことだ。まだ理解できねえ。いや理解できねえよ。今は他に付き合う人います、うん、いやまたね、また絡んでね、うん、ありがとう、忙しい中。じゃあね、ありがとう。バイバイ。あーすごかった、面白かったでしょ。うん、途中で俺本当にだるくなったからさ。だからでちょうど時間見て1時だったから、ルイスさんもう1時だよ、行かないのって。だるくなって俺のせいにすんで、1人がもうしんどかった。1人で話すのすごいしんどかった。